史の話題をお伝えする知っとく長崎です。今日は田上市長にお越しいただきました。市長どうぞよろしくお願いいたします。さてもう早いもので今年も残り少なくなってきましたね。そうですね。今日でこの知っとく長崎が今年最後になります、はい。今年もさまざまな話題をお届けしてきましたが、今回は2021年の長崎市でのさまざまな出来事や取り組みを市長と一緒に写真で振り返っていこうと思います。はい、まずはこちらです。浜の町の大きな掲示板でコロナに関するお知らせが案内されています。今年もこの新型コロナが社会に与えた影響は大きかったですよね。大きかったですね。このグラフをちょっとご覧ください。これはですね、青いラインが長崎市のコロナの感染者数、それからグレーのラインが入院者数なんですけども、第3波、第4波、第5波と3つの波が長崎市にも訪れました。その中で医療関係者の皆さんはもちろんですけども、多くの関係者の皆さん頑張っていただいて、そして市民の皆さんも事業者の皆さんも本当によく協力をしていただいて、医療の崩壊に至るのを防ぐことができました。本当に皆さんに心から感謝したいと思います。ありがとうございました。そして今年はワクチン接種が始まりましたものね。そうですね。2月から医療従事者の皆さんがまず最初にスタートして、4月からは高齢者の皆さんをはじめとする優先接種が始まりました。最終的に11月の末の時点で1回目2回目とも 80% 近い皆さんが接種をしていただいたんですね。もうすでに長崎市でも3回目のワクチン接種が始まっているんですよね。そうですね。医療関係者の皆さんから始まっています。これから一般の皆さんの接種、来年始まりますけども、通知が行ったり、それからいろんな情報についても広報長崎やホームページなどでお知らせしますので、ぜひご覧いただいて、またご協力をお願いしたいと思います。はい、コロナ禍ではありますが、今年は長崎市にとっておめでたい節目の年ということでね、この黄色い旗、はい、よく見かけたんじゃないでしょうか。そうですね。この番組でもここにいっぱい並べて、はい、しましたね、お知らせですね。はい、はい、今年は長崎開港450周年という本当に大きな節目の年でした。ポルトガルの船が長崎の港に入ってきてからちょうど450年、1571年から数えて450年ということなんですけども、そういう意味では450年の歴史を作ってくれたスタートということで、改めて長崎が港町であるということを見直して港に感謝し、そしてその歴史を作ってきてくれた先人に感謝するという一年になりました。特に4月には開港450周年記念式典を開きましたし、秋には長崎開港フェスタ450、国道を歩行者天国にしてイベントをするという、はい、そして出島の前に軍地の船を5隻並べるという、本当に初めて見る光景が展開できて、たくさんの皆さんに参加いただきました。ね、盛大にイベントを行われましたよね。はい、来年1月には次の50年後の500周年に向けた長崎開港シンポジウム500も予定されています。こちら入場にはお申し込みが必要です。ホームページからぜひ参加申し込みをお願いします。さてお次は長崎の近い将来の姿をお伝えするまちづくりのプロモーション、長崎未来ズムですね。そうですね。長崎は今100年に一度と言われる町の変革期を迎えていますけども、これから数年間長崎の近未来どんなふうに変わっていくんだろうというのを、まとめて皆さんにお伝えするのがこの長崎未来ズムでしたね。皆さんにワクワクをお届けしたい、一緒にワクワクしたいということで、展開したプロモーションでしたけども、たくさんの反響がありました。はい、スタジオで市長となんかこういうポーズしましたよね。そうですね。未来ズムポーズでしたっけ。そうでしたね。ね、長崎の町の未来を届くというね、はいはい、そんな大きな変化が形になる出来事もありました。長崎の陸の玄関口がガラッと変わりました。4月には長崎駅西口駅前広場が完成しましたよ。はい、まず最初にこうやって完成したのが長崎駅の西口なんですけども、広場ができて、そしてこれまでにない風景が西口では生まれました。この広場などをどんなふうに使っていくのかっていう実験もですね、展開して、こういうふうにお店を開いたり、マルシェっていう形で開いたりですね、はい、たくさんの皆さんが参加してくれて、ここでどういう人の流れが作れるんだろう、どういう時にどういうイベントをすると盛り上がるんだろう、
ろうといったようないろんな実験が始まった年でもありましたね。これから東口の方が少しずつできていきますので、そこと合わせて駅周辺がこれからどんどん変わっていくと思います。はい、そして長崎駅に直結しているお隣のこちらも合わせてご紹介しましょう。出島メッセ長崎です。こちらは11月のオープン直前に市長と回らせていただきましたよね。そうですね。すでにもう出島メッセで楽しんだって方も多いんじゃないでしょうか。そうですね。長崎マイスエキスポという形で3日間のこけら落としイベントが開催されて、たくさんの皆さんに訪れていただきましたし、食のイベントがあったり、国際会議も開かれたり、それからコンサートがあったりですね、いろんなイベント行事が開かれて、少し市民の皆さんにも、あ、こんなことが今から始まるんだなということを感じていただけたんじゃないかなと思います。隣のヒルトンホテルともうセットになってですね、はい、いろんな新しい人の流れがこれから生まれていくと思います。ね、来年は新幹線もやってきますからね。そうですね。本当に来年も楽しみですね。そうですね。そして街の進化は中心部だけではないんですよね。そうですね。10月29日に野母崎に長崎野母崎恐竜パークがオープンしました。恐竜博物館はオランダからやってきたティラノサウルスのレプリカがすごく迫力があって人気ですし、修学旅行生なんかもたくさん訪れてくれたり、長崎の家族連れの皆さんも訪れてくれたりしています。恐竜博物館の前にある恐竜パークの中でも子ども広場がすごく人気だったり、それから野母崎の産品を売っているショップで恐竜のお肉が食べられますよっていうようなショップもあったりするんですけど、はい、すごくどこも人気ですよね。そうです。もうお土産もものすごく充実してました。そうですね。なんか新しいスポットが長崎の一番南の端っこにできたっていうことで、これから人の流れが南の南部も全体回っていくような流れにしていきたいと思いますし、北部は北部で世界遺産もありますので、はい、長崎全体に人が動くような、そういうふうに進めていきたいですね。近いところで行くと来月には野母崎水仙祭りも、ね、そうですね、ありますから楽しみですね。この一帯ますますにぎわいそうですね、はい、さあそして今年町の魅力がさらにパワーアップしたものがあります。11月旧グラバー住宅がリニューアルオープンしました。そうですね。よく私たちグラバー邸って呼んでますけど、世界遺産の構成資産の一つなんですね。それで、こうやって保存修理3年かけて、しっかり、行ったんですけども、中の展示ですね、もう世界遺産にふさわしいものに変えて、行ったよ、もう何回か行ったよっていう皆さんも今回訪れていただくと、新しい情報がいっぱい、新しい技術を使ってですね、最新の技術を使って、分かりやすく展示してますので、うん、ぜひ市民の皆さんも訪れていただけたらと思います。そして同じ11月にものすごく大きなニュースがありましたよね。長崎で行われた世界夜景サミットで、モナコ、上海とともに世界新三大夜景に認定されました、はい、もう長崎は2012年に選ばれて2回連続2度目の認定になるんですもんね。そうですね。長崎の夜景が綺麗だっていうことだけじゃなくって、見る視点場ですねも、稲佐山だけじゃなくって鍋冠山があったり、それから立山や風頭山やっていろんな視点場があるっていうことだったり、大浦天主堂やメガネ橋も新しくライトアップを変えて、すごくあったかい、はい、光のライトアップに変えたりして、うん、そういう工夫をいろいろしてるっていうことも評価されたんですね、うん、この前国から賞をもらったんですね。これからも長崎らしい夜景を磨いていって、はい、もっともっと素敵な夜の時間が作れるようにしていきたいと思います。もう本当この数年間で長崎の夜景が美しく進化してきてますからね。そうですね。ね、観光の方だけじゃなくて市民の我々もね、なんか夜の街を楽しみたいなって、ね、はい、思いました、はい、そして街の魅力はもちろんなんですが、暮らしやすさの面でパワーアップしたものを紹介していきましょう。この写真は氷見バイパスですね。そうですね。トンネルが2つ入り口が見えてますけど、右側のトンネルは前からあったんですね。これしかなかったので対面交通でトンネルの中も走ってたんですけども、左側のトンネルができて3月から開通をしました。もうトンネルの中も対面交通で向かい合うということがなくなったんですね。これは大きな変化でした。私もよくここは通るんですけれども、本当渋滞が解消されてすっきりしてますね。はい、はい、そしてこちらの写真は今年3月に市長がゼロカーボンシティ長崎を宣言された時の写真。
2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指そうということで、長与町長さん、時津町長さんと一緒にゼロカーボンシティを宣言しました。市民の皆さん、それから事業者の皆さん、行政、みんなで一緒になって取り組まないといけませんので、特に来年度からですね、いろんな新しい動きを始めていきたいと思っています。また子育ての分野でも、小さいお子さんを育てる親御さんにとってとても嬉しいニュースもありましたね。そうですね、子育て支援センターなんですけども、3歳くらいまでのお子さんと、それからお父さんお母さんが集まってこうやって遊んだり、それから育児の相談なんかもできる場所なんですね。この子育て支援センターを、新しく4つ市内に開設しました。そして今年度から無料化したんですね、うん、これでまた行きやすくなったと思います、はいね、施設も増えて無料化っていうのは、もうこれは使わない手はないなって思います。そうですね、すごく好評なので、はい、まだ利用してないっていう方がお母さん、うん、お父さんいらっしゃったら、ぜひ子どもさんと一緒に訪れていただければと思います、はい、そして子育て世帯、さらに若者に向けた暮らしやすさの向上ということで、今年から住岡プロジェクト協力認定制度がスタートしました。今若い世代の皆さんに住みやすい街になっていこう、選ばれる街になろうということで、いろんな取り組みをしているんですね。でそのためには働く場所を増やすのはもちろんなんですけども、楽しむ場所ですとか、いろんな挑戦ができるっていう機会も増やしていこうというような取り組みをしているんですが、その中の一つとして、若い皆さんが住む場所を見つけやすくしていこうという、この住岡プロジェクトの協力認定制度をスタートしました。これ民間の企業の皆さんと連携してっていう活動なんですけども、そのことで例えば空き家を若い人たち向けにリノベーションしたりする民間企業ですとか、あるいは便利のいい電車通り沿いとか、そういう便利なところに若い人たちが住めるような住宅を増やしていこうとする、住宅会社であったり不動産の会社であったり、そういう皆さんと連携して、若い皆さんが住みやすい、若い皆さんに選ばれる長崎にしていこうという取り組みを、スタートしたということなんですね。みんなで一丸となって長崎をもっともっと暮らしやすい街にしていこうということなんですよね。そうですね。そして今年忘れてはいけない平和の分野で新たな転換期になりました。今年核兵器禁止条約が1月に発効しました。これはずっと長崎が被爆者の皆さん中心に本当に願ってきた条約なので、この発効は本当に世界的にも大きな一歩前進だったと思います。8月の平和記念式典の宣言文の中でも市長は力強くその思いを伝えられました。被爆体験を伝えていたカトリック修道士尾崎東明さんのお話もね、宣言文の中でされまして、とても印象的だったんですけれども、ね、今年その式典で平和の誓いを読んだ岡信子さんが先月そうです、ね、お亡くなりになったということでね、これがちょっとショックだったんですよ ね。 そうですね、本当に今被爆者の皆さん少なくなってきているので、そういう中でどうやって、これから若い世代の皆さんに伝えながら平和の都市長崎をしっかりと継続していくのかっていうのはすごく大きなテーマなんですね。そういう意味では若い皆さん向けには必ずしも被爆体験から入らなくても、スポーツから関心を持ってもいいし、芸術から音楽から関心を持ってもいいし、いろんな入り口を用意していく必要があるっていうことで、そういう平和の文化っていう考え方をもっともっと広めていこうということで、今いろんな取り組みをしてくださっている皆さんを認定するっていう事業も今年始めました。はい、長崎市平和の文化認定事業ですね。そうですね。それからもう一つ、伝え方も変えないといけないんで、新しい伝え方をやってみようっていう皆さんを応募して、そして平和の新しい伝え方応援事業も今年スタートしました。まさしく被爆者のいない時代に向けたいろんな取り組みが今年も活発になってきたっていうことですね。次の被爆100年に向けての新たな取り組みもスタートした1年だったんですよね。そうですね。まあ、いろいろとお伺いしてきましたけれども、はい、今年は市長にとってどんな年でしたか？新しい時代の予感を感じさせる、そういう1年だったと思います。来年は新幹線が開通して長崎にやってきますし、駅周辺だけではなくて、いろんな新しい動きがもっともっと活発になっていく、そしてもちろんコロナが収束して、そしてもっと動きやすい、ポストコロナの時代に入っていく、そういう意味でも、また来年も新しいスタートの年だなというふうに思います。
今年最後の知っとく長崎は田上市長をお迎えして2021年を振り返りました。市長、今年もどうもありがとうございました。ありがとうございました。